はい、どうも、白滝です。ただいまの撮影時刻が2月22日水曜日になりまして、長期メンテナンスが明けました。で、登場したイベントがプロスピ応援団、ガチャは OB 第5弾が登場したので、今回の動画は OB 第5弾、当たりの選手は誰なのか、動画でね、紹介していこうかなと思います。で、この動画はね、1本目になっていまして、2本目は22時15分か23時15分、まあ、このどちらかでプロスピ応援団のね、攻略と解説、仕様が変更されたので、まあ、それについてのね、紹介する動画を、まあ、2本目でね、投稿するので、まあ、よければね、そちらも見てもらいたいので、チャンネル登録とね、通知、そしてね、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ということで、やっていきましょう。お知らせの方を軽く見ていきましょう。2月22日に OB 第5弾が登場しました。で、ガチャは30連目で OB 第5弾の選手1人確定。で、本スカウトから獲得した全ての選手に応援団のエールボーナスがついています。で、イベントはプロスピ応援団。その他、中国四国大会の応援大会。で、あとは特訓成功率 1.5 倍がなんと、このタイミングで来ました。今ね、選手経験値 1.8 倍なので、まあ、選手をね、育成してもらいまして、まあ、特訓もね、してもらえればなと思います。で、その他の情報はないので、こちら今回 OB 第5弾で登場した選手、どういった選手が累計で当たりの選手なのか、狙いの選手は誰なのか、後半ね、紹介していこうかなと思います。オリックスの方になりまして、詳しい内容に関しては左側にね、テロップで書かれているので、まあそれもね、見ていってもらえればなと思います。オリックスは石井選手が登場しました。メイン適性がファースト、弾道アーチスト、ミートから79、80、60。オリックスね、またもやアーチストの選手が登場しました。前回ね、アーチストの選手各球団何名ずついるのかという動画を出したんですけれども、まさかのこのね、2022年、ファーストね、OB 第1弾で、ブーマー選手が登場したんですけれども、まあ、ポジションが被りながらも、石井選手を出してくる。なぜかオリックスだけね、アーチストの選手が多いんですよ。まあ、日ハム楽天とね、その次に一番少ない球団になっているんですけれども、いや、なんやろうね、オリックスファンの方が、そのプロスペースのね、中の人にいるので、まあ、アーチストの選手が多いのか、まあ、わからないんですけれども、まあ、今回ね、OB 第5弾で、アーチストの選手、石井選手が登場しました。で、特殊能力は、アーチスト、選球眼、回、チャンスと、まあ、この石井選手に関しては、累計で当たれば、当たりの選手になっています。大当たりの選手ではないかな。うん、ファーストはね、バース選手、まあ、前回落合選手とかね、アーチスト降格の選手が登場したので、大当たりにはなりません。当たりの選手になってくると思います。で、限界突破コーチを使うべきなのか、これは、さやね、ファースト強い選手を持っていない、そして、使用して、まあ、使用感がね、良ければ、限界突破コーチね、使っていってもらえればなと思います。基本的には、まあ、使わない方向で、まあ、進めていった方がいいんじゃないのかなと。ソフトバンクは佐々木選手が登場しました。弾道ラインドライブ81、76、81。で、守備適性を見ると外野ね、すべて B 以上ある。で、数値もね、73、73、73。で、守備能力も良くて、すべてね、B 以上あります。捕球70、スローイング71、肩75。で、特殊能力を見ると、ラインドライブ、チャンスメーカー、回避初球と、まあ、かなり強い特殊能力になっているんですけれども、これよりも、まあ、強い選手としては、OB シリーズ、まあ、今年ね、2022年登場しました、ライト、高橋由伸さんがいるので、まあ、高橋由伸さんを持っている方は正直、獲得する価値はないと思います。プロスピースではアーチスト降格打法が、まあ、かなり強いね、の組み合わせになっているので、まあ、ラインドライブ信者で、ライト、佐々木選手を使いたいのであれば、まあ、獲得する価値はあると思います。で、佐々木選手に関しては、累計で当たれば当たりの選手。で、限界突破コーチ使うべきなのか、これは使用感。まあ、ラインドライブの選手をね、ライト、レフト、センターで使いたいのであれば、限界突破コーチ使ってもいいんじゃないのかなと思います。デイブは石井選手が登場しまして、一番最後に更新されたのが2018年。
2022年なんで、まあ、4年ぶりに、ね、更新されました。9位から77、84、75、で球種を見るとストレート、スライダー、シュート、パームで、限界突破すれば抑えで起用することができます。で特殊能力はコントロール、タイピン、近いキレと、まあそうね、リアルタイム対戦で使えるかって言われれば、まあ、ちょっと難しいところにはなってくるんですけれども、まあ、特殊玉パームを持っているので、まあ、リア対戦に関しては累計で当たった場合、まあ、残しておいても、ね、いいんじゃないのかなと思います。で限界突破コーチに関しては、使わない方向でね、進めていってもらえればなと。楽天は山崎選手が登場しました。楽天純正の方はもう必須級の選手、アーティストの選手はこの山崎選手しかいません。現役年齢に浅村選手あたりがまあアーティストになってくれれば嬉しいんですけれども、まあ未だにねアーティストの選手は山崎選手のみなので、楽天純正は獲得する価値はあると思います。12球団勢はファースト、まあ、バーさん、落合さんとかいるので、まあ獲得しなくてもいいと思います。まあ、守備数値も見るとね、ちょっとまあ低すぎるので、まあ、12球団で使うのは厳しい。特殊能力もアーティスト存在感連発と、まあ、広角打法も持っていないので、楽天純正は獲得する価値があると思います。ロッテは小林選手が登場しました。9位から80、85、56。で球種を見るとストレート、カット、高速シュート、縦スライダー。まあ、この球種だとリアルタイム対戦で使うのは厳しいと思います。で特殊能力は存在感、二重丸、切れ替え、コントロール。まあ、この後ね、最強純正決定戦があるので、まあ、ロッテ純正必須級の選手になってくるんじゃないのかなと。日本ハムファイターズは2016年最終更新の森本選手。まあ、来年ね、コーチになるので、再び TS で登場してくる可能性があるんですけれども、まあ、センター、新庄さんと被ってくる可能性もあるので、まあ、今回2022年 OB でね、森本選手が、まあ、何年ぶりやろ、2016年なので、まあ、7年ぶり、6年ぶりにね、登場してきました。で、能力もね、少し修正されていまして、弾道低弾道ミートから78、61、78、デフォールとミート走力の同値で登場してきました。守備適性は外野すべて B になりまして、特殊能力流し打ち、チャンス回、走塁、まあ、日ハム純正はね、待ちに待った、まあ、森本選手になってくるんじゃないのかなと。セリーグの方になりまして、ヤクルト、古田選手が登場しました。弾道高弾道80、78、67、累計で当たれば、当たりの選手になってくると思います。で、まあ、守備数値を見ると89、特殊で、まあ、S にすることができまして、まあ、特殊能力は保守二重丸、アベレージヒッター、回チャンス。まあ、リアルタイム対戦で使えてくるんですけれども、古田選手に関しては A ランクでもね、守備要員として使うことができるので、まあ、リアルタイム対戦保守を使いたいのであれば、まあ、A ランクね、センター契約書で獲得していってもらえればなと思います。こちら古田選手、まあ、守備数値見るんですけれども、肩91あって、スローイング82、まあ、補給もね、75あるので、まあ、守備要員として使いたいのであれば、S ランクではなく、まあ、A ランクのセンター契約書でね、取ってもらい、獲得してもらいまして、まあ、育成してね、使ってもらう方が、まあ、無課金税的にはね、まあ、かなり、まあ、いいんじゃないのかなと思います。横浜は山下選手が登場しまして、新規枠になります。弾道中弾道71、73、71。で守備適性が B になりまして、特殊能力、チャンスメーカー、走塁回、守備職人。まあ、山下選手は純正向きの選手になってくると思います。阪神見ていきましょう。阪神は伊藤選手、中継ぎ枠藤川選手でもなく、ショート枠鳥谷選手でもない。いや阪神ね、藤川さんか鳥谷さん、個人的に来てほしかった。まあ、今回 OB 第5弾では伊藤選手が登場しました。76、72、61で球種はこういった感じになっていますし、限界突破すれば中継ぎも起用することができます。で特殊能力は対ピンチ二重丸、切れ替え、安定感。まあ、対ピンチ二重丸の中継ぎ枠、シンカー攻めで、まあ、どうなってくるのか。まあ、12球団勢では、まあ、難しいんですけれども、まあ、純正でもちょっと厳しいかな。まあ、累計で当たれば阪神純正、まあ、いい感じに補強できるんじゃないのかなと思います。巨人は吉村選手が登場しました。弾道高弾道82、79、69。で守備数値はまあこういった感じになっていまして、特殊能力、広角打法、パワーヒッター、回ハイボールヒッター。まあ、吉村選手、ライトがね、メイン適正になっているんですけれども、ライトね、高橋由伸さんがいるので、まあ、獲得するかは難しいところに、なってくるんじゃないのかなと思います。広島は金本選手が登場しました。弾道ラインドライブ81、80、79。称号で、オール A にすることができまして、
守備数値を見るとレフトがねメイン適正で、特殊能力はチャンス、ラインドライブ、回逆境と、阪神は広角打法あるんですけれども、広島バージョンは広角打法を持っていません。まあ、金本選手は累計で当たれば当たりの選手になってくるんじゃないのかなと思います。で、限界突破コーチに関しては、まあ使用感しないかな、まあ、自分がですねめちゃめちゃ打ちやすい、めちゃめちゃ使いやすいのであれば、まあ、限界突破コーチ使ってもらいまして、まあ、リアルタイム対戦でね使っていってもらえればなと思います。まあ、必須級の選手にはなってこないと思います。そして最後、中日は大島選手、弾道アーティスト79、82、60で、まあ、守備数値ね、59なので、特殊で CD することができます。で、特殊能力を見ると、まあ、ちょっと厳しいのかな。12球団はかなり厳しいと思います。アーティスト、代打、回、プルヒッター、まあ、純正向きの選手かな。大島選手も、まあ、こちら当たり、アーティストなんですけれども、まあ、当たりの選手には入ってこないかな。まあ、純正向きの選手として、まあ、考えていってもらえればなと思います。2月22日に OB 第5弾が登場したんですけれども、今回必須級大当たりの選手に関しては正直いないと思います。まあ、アーティスト降格だったりラインドライブ降格、まあ、そういった選手がいないので、もう絶対に獲得すべき選手がいるかって言われれば、いないと思います。で、累計で当たれば、まあ、オーダーを、ね、強化できる選手としては石井選手、佐々木選手、古田選手、金本選手、まあ、この4名が今回 OB 第5弾の、まあ、当たりの選手になってくるんじゃないのかなと。まあ、古田選手に関してはね、別に S ランク獲得しなくても A ランクでもね、捕手として起用することができるので、まあ、リア対戦に関しては A ランクね、獲得していってもらえればなと思います。今回の動画は OB 第5弾が登場したので、当たりの選手は誰なのか紹介していきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録者ね、5万人目指して投稿しているので、チャンネル登録と、まあ、2本目もね、22時15分か23時15分に、まあ、応援団の仕様がね、変更されたので、まあ、それについてのね、解説動画、投稿するので、そちらもね、見てもらえればなと思います。ということで、ありがとうございました。